どうも、投資カリバティです。今日は1万円増えました。お小遣い坊さんです。昨今の円安のおかげで物価が異常な値上げをしています。給料は変わらないのに税金もどんどん高くなります。円の価値が下がると相対的に株価は上がります。大企業の利益も過去最高を更新していきます。単純に言うと、お金を持ってる人らはどんどん儲かります。銀行預金してる庶民の貧乏人はさらに貧しくなります。貧富の格差が拡大すると、貧乏人は今後食べ物に困って飢え死ににする人や無敵の人みたいになる人も多くなるでしょう。 SNS を見たら頭の悪そうな金持ちが豪遊してたりします。かなり陰鬱としています。若者の自殺も増えているそうです。少子化も歯止めがかかりません。というわけで、日本終わったというマインドが世界中に漂っています。普通に考えれば、衰退する日本株よりも人口の増えている国の株を買う方が正常です。しかし、株というものは面白いもので、衰退する日本株でも安くなればすぐに買われます。自分なりのルールを決めて、どのラインが割安かをあらかじめ決めておけば、日本株でも結構楽に稼ぐことができます。しかし、SP500 やオルカンを積み立て投資してた方が将来的なリターンは高そうなので、今の私はせっせと日本株を利確して米国株を買い集めてます。日本はいい国だとは思うのですが、100年後はなくなってるのかなとか思ってます。投資家になってから国単位で物を考えたり、世界規模で空想したりするようになったので、物事の見方や考え方が大きく変わりました。日本はなくなってもしょうがないと思いますが、投資は自分が生きてるうちはなくならないでほしいものの一つです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは投資について語ったりしてます。みんなで負けない投資家になれるように情報公開してます。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。